父さん、ジャンホー。どうも、ベトナム生活芸人ダブルシュンスケです。本日も皆さんにホーチミンの最新不動産をお届けします。本日紹介してくださるのはこちら、エナセットの杉本さんです。こんにちは。こんにちは。お願いします。今日はどちらでしょうか、はい、もう来たことありますよオパールタワーですよね。はい、オパールタワー来ました。オパールタワーを紹介するんですか、はい、今日はですね、オパールタワーのですね、敷地内をご紹介したいと思います。お部屋紹介じゃなくて、その敷地の周りに何があるかという、はいはい、をご紹介しますね。なるほどね、はい、そういうの知りたい人も実はいるかもしれないですね。そうですね、来たことない人とかは全くわからないですもんね、はい、その近くに何があるとか、はい、実際日本でお部屋選びするときにね、基準編まず歩いてみたりとかしますもんね、はい、次回ですね、新築物件サーマパールのご案内をしようと思ってるんですが、サーマパール、パールタワー、あとサイゴンパールのですね、はい、ルビー、サファイア、はい、トパーズ、こちら全部合わせですね、個数が大体3500世帯。3500あるんですか、この全部で、はい、これは2区のマステリタオディエンはですね、3000個と言われてますから、それよりも大きい規模の住宅街になるわけですね。だからこう充実してくると、はい、この周りの施設が。そうですね、まあすでに現在かなり充実してはいるんですけれども、はい、よりですね、これからお店が出てくることが予想されます。あと右の隣見てください。うわ、エルガウチョじゃないですか。高級ステーキ料理屋さん、みんなのエルガウチョだ。みんなのでもはないぐらい、やっぱちょっと高級感はありますよ、はいはい、すごいな、エルガウチョがありますから、だからもう中心地に行かなくてもここでもう住むという、見ておくのもいいですね。はい、行きましょう。レッツラゴー。どこですか、どこに行きますか。じゃまずはあちらの方をお願いしましょう。はい、ちょっと移動しましたけど、この辺ってどこなの。サイゴンパールエリアのですね、サイゴンパールの旧棟、ルビー、サファイア、トパーズ棟の隣にあるオフィスとサービスアパートメントがあるエリアですね。ビジも充実してますね。そうですね、サークル系、ファミリーマン、セブン、3店舗並んでおります。特にはもうパーマスイありますし、韓国系のベーカリーショップ、アルチザン、和食料理店のモリコですね、スターバックス、スタバありましたね、はい、ハイランドコーヒー、ハイランドコーヒーありました。ピザフォーピース、ピザフォーピースもありましたね、はい、コンビニ3軒、いやもっとありましたもんね、もっとありました。もういくつもバババってありましたね、はい、ここはもう風の通り道ですか。そうですね、サイゴン川の風の通り道ですね。めちゃくちゃ涼しい。実は知られてないですけど、ビラがたくさんあるところを通っていって、はい、裏側になりますね。で静かですよね、すごく。ここならそのウォーキングとかランニングもできると思いますね。確かに、まあでもせっかくだしお部屋も大事。そうですか、せっかくなんで。わかりました、はい、この前ご案内したお部屋とはちょっとだけ内装が違うお部屋ありますので、よかったらそちら、今日も皆さんもぜひ一緒に見てみましょう。レッツゴー。うわ、前にねオパールタワーを紹介していただきましたが、はい、形的にはもう同じですね。ただなんかこう、はい、シックにまとめてありますね。そうですね、色合いを描いてます。ダークな感じ、はい、おっしゃれ、かっこいい。前も言いましたけど、はい、この大きい鏡がいいんですよ。二人余裕だ。余裕ですね。余裕。ちょっと離れてみましょうか。はい、ほら、僕杉本さん見えます。僕も中川さん見えます。ほら、鏡ってそれも。すごい。それ言いました。いや、杉本さん見えてます。まだ見えます。そうですね。これでですね、はい、まあ、より部屋が広く感じるという奥行きね。なるほど。激アツ。出ました。でもキッチンも、まあ、前と同じようなもうスタイルで十字型の。でも収納もちゃんとありますから、はい、でもやっぱり黒の家具で揃えてあるとか、はい、はあ、これあ、これ杉本さん何ですか、まるで線香花火ですね。はあ、夏の思い出す、全部線香花火だ。今日はエアコンの機能一つ。エアコンの機能何ですか。はい、これ L 字電子のですね、埋め込み型のエアコンなんですけど、ちょっとこの形見たことがないタイプだと思いますね。確かにこの埋め込み見たことないですね。何ですかこれ。なんとですね、はい、基本的にタイマーがあったりとか、はい、風量を調整するっていうのは変わらないんですが、はい、ジェットクール、初めて見た。ジェットクール特別にありますから、ジェットクールがこれ、はい、気をつけてくださいね、ちょっと、はい、来ますよジェットクールが。あ、来た。わ、すごいすごい。わ、すごい、これすごいですね。ホーチミン初出ましたよこれ。皆さん、ジェットクール始まりたいならオパールタワーに住むしかない。激アツです。トイレとシャワールーム、はいはい、あ、これあれですね、滑り防止。はい、滑り防止、我々芸人にありがたい滑り防止ですね。、はい、これさえあればもうどんなテレビ番組も大丈夫。ソファールーム測っていきますか。はい、前回測りましたっけこれ。えーと
測りましたね。いや、測ってるよ。測ってるよ。測ってないっすよ。あ、これ、ダメは固めのソファーですね。これ、社長室とかにあるソファー。ありそうっすね。え、我々、上下黒だから、今もう同調してるでしょ。見えてないでしょ。見えてる。大丈夫みたいな。測りますか、じゃあ。せーの。もう全然意思疎通できないな。そこから1、2、デシモ3、3、で、4。あれ、いや、杉本さん動きましたよね。4。いや、4はもうきついよ。まあ、2人ですね。2人掛けソファーです。2人掛けで、ここにお酒置いてね、はい、テレビ見ながらいいですね。もう、本当こういうのも黒で揃えてあるんですね。そうですね、全部。はい、こちらがベッドルーム。こちらもまた、やっぱり壁が黒で、はい、そうですね。こちらの収納も十分な広さですよ。広い。こうありますよ。え、これもジェットクール？ジェットクールです。本日2度目のジェットクール。え、ホーチミンっていうか世界にも1つじゃないですか。かもしれない。2つあるのって、え、多分他の部屋もついてるから。で、ここの鏡もね、大きいですから。これもだからあれでしょ、奥行きがあるように見える。はい、杉本さん、そこから見えます？僕、あ、見えます。いや、当たり前だろ。そしてベランダ、これ一区の中心地の方を見る感じですね。見てますね。あ、これ目の前がサンワパールです。サンワパール、はい、もう完成しましたか？はい、してますね。次回ご案内しますので。おお、ご期待。サンワパールもすげえいいやつがありますか？はい、あります。ありがとうございます。家賃もブーのコーナー。聞くだけ、聞くだけのコーナー。そうなんです。今日は聞くだけです。そうっすか、はい、当てて借りれるんじゃないですか、ここ。僕、はい、ちょっともう貸せないんで。くっさー。いや、だし正直知ってるでしょ。知ってるから当てたかった。カンニングはなしなので。わかりました。はい、やっぱそういうね、ことはやれないと。はい、いくらでしょうか、こちら。はい、800ドルです。800ドル。皆さん、このクオリティで800ドルで、レタントンまでタクシーで10分くらいですかね。はい、早ければ5分。早ければ5分。飲食店だったり、はい、療養部のね、プール、ジムだったり、はい、素晴らしいですから。はい、でも、このシックな感じで、何階でしたっけ？32階ですね。32階、バールタワー。ぜひ皆さん、ジェットクールのお部屋、ご自身初住んでみてはいかがでしょうか。リンクがございますので、問い合わせてみてください。電話だったりメールで、ダブルシュの動画見たよっていう方は、中川さんとお友達になります。全然エナーセスさんの得点じゃなかった。全然違った。エナーセスさんには杉本さんがいますから、杉本さんがもう何でもサービスでこれつけてください、あれつけてください、もかなり頑張りますよね。はい、頑張ります。はい、ぜひ問い合わせてみてください。それでは以上、ホーチミン最新不動産情報でした。また次回お会いしましょう。さようなら。